マージョリー・ゲストリングはアメリカ合衆国の元女子彦込競技選手。1936年に開催されたベルリン五輪大会の女子3メートルとビータ飛込競技で金メダルを獲得し史上最年少の五輪金メダリストになった。1976年に国際スウェーデンドを入りしている。1936年8月13日。 ベルリンゴリン女子3メートル飛び板飛び込み競技の表彰式でのゲストリング、ロールズ、ヒル。1922年11月18日、マージョリー・ゲストリングは、米国カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれた。1936年4月に、米国シカゴで行われた、全米体育協会の女子飛び込み競技選手権を制し、初めて大きな競技大会で優勝した。 同年7月、開幕を目前に控えたベルリンゴリンへの出場選手を決定するため、女子飛込み競技及び女子競泳競技の、米国代表選考会が、ニューヨークで開かれ、ゲストリングは、女子3メートル飛び板飛込み決勝で78.72点を、マークして78.74点を記録した、キャサリン・ロールズに次ぐ2位に入り、同競技種目の米国代表として、 ベルリン五輪に出場することが決まった。翌8月に開催されたベルリン五輪の女子3メートル飛び板引込み競技は12日8時から実施され、ゲストリングとローレズによる激しい戦いとなった。当時の女子3メートル飛び板引込みのルールは、制限選択飛びで3回の試技を行った後、自由選択飛びで3回の試技を行い、これら6回の試技の合計点を競うというものだった。 金メダル争いは制限選択飛びの試技の段階で、すでに二人による一騎打ちの様相を呈し、制限選択飛びを経て、自由選択飛びで2回目の試技が終わった時点で1位、ロールズの総得点が73.41点、対する2位のゲストリングが73.27点という、僅差での接戦となり、両選手がそれぞれ最後の試技に、金メダルをかけるスリリングな展開になった。 ゲストリングはここであと踏切前、中返り1回半、抱え方を決めて16.00点をマークし、総得点を89.27点として、総得点88.35点のロールズを0.92点差で逆転し、金メダルを獲得した。この金メダルを獲得した1936年8月12日の時点で、ゲストリングはまだ13歳268日であり、 史上最年少の五輪金メダリストになった。2017年8月に更新された国際オリンピック委員会の公式記録においてもゲストリングが五輪個人種目での史上最年少金メダリストと記載されている。ロールズは最後の試技が14.94点とスコアを伸ばせず銀メダルにとどまったが総得点82.36点でドロシーポイントンヒルも 銅メダルを獲得し、この種目は、前回1932年ロサンゼルス五輪に続き、米国代表の3人が、表彰台を独占した。米国オハイオ州、トレドの地方紙、ザニュース、B スポーツ紙は、女子3メートル飛び板飛込競技でのゲストリングと、ロールズとの戦いについて、1万5000人の監修が、見守る中で行われた金メダルをめぐる非常に、エキサイティングな、 決闘だったと論評している。13歳で後我がねメダリストになった、ゲストリングにとって、このベルリン大会が最初で最後の五輪大会になるとは当時、誰も考えなかった。ベルリン五輪の閉幕後、ゲストリングは次の五輪大会である1940年、東京五輪に向けて、全米選手権に出場し、1938年と1939年の、 両大会で女子3メートル飛び板き込みを制した。また、1937年にはアリゾナ州の地方大会にも出場し、ここでも優勝している。1938年7月に東京は日中戦争の長期化を理由に1940年五輪の開催権を返上し、その代替としてフィンランドのヘルシンキが開催予定地になったが、 1939年9月に第二次世界大戦が始まったため1940年の五輪大会は開催そのものが中止となった。しかし、それでもゲストリングは、米国国内の競技大会への出場を続け、全米選手権では1939年1940年と、2大会連続で女子10メートル高飛び込みの金メダルを獲得した。 さらに1940年には女子3メートル飛び板飛び込みでも金メダルを獲得している。彼女はその競技生活において全米選手権の女子3メートル飛び板飛び込みで6つの金メダル、女子10メートル高飛び込みで2つの金メダルを獲得した。ゲストリングの強さは空中フォームと宙返り、ひねりの正確さと美しさ。 そして、それらを市議に巧みに織り込む、芸術性にあった。第二次世界大戦のため1940年五輪と1944年ロンドン、五輪が、開催中止となり、五輪には1936年の、ベルリン大会にしか出場できなかったが、同時代に競技生活を送った同僚の元女子飛込、競技選手、マーガレット・アンブロシアは、当時は、女子飛込競技会で、 米国が非常に強い時代だった。その米国で誰もゲストリングに勝てなかったのだから、もし1940年の五輪大会が計画通りに開催されていたならば、おそらく彼女は金メダルを獲得していただろうと1984年に語っている。米国オリンピック委員会は開催されるはずだった1940年五輪大会の幻のメダルの代替として、 金銀銅のメダルを授与することを決定し、ゲストリングは USOC から金メダルの授与を受けた。1948年ロンドンゴリニエの出場にも挑戦したが、米国代表選考会で4位にとどまり、出場はならなかった。1992年4月20日、ゲストリングは、米国カリフォルニア州、ヒルズボロの自宅で事故のため69歳で死去した。 ありがとうございます。